佐藤敏夫は日本の音響監督、吹き替え演出家であるフリー。1962年に東北新社に入社。ガイ演出部に所属し、数々の洋画吹き替えの演出を担当。1997年に退社し、以後フリーの音響監督として活動している。アニメーションの音響監督もいくつか担当している。 外画吹き替えの黎明期から活躍するベテランの一人であり、活動50年以上を迎えた現在でも現役で活躍している。佐藤の演出は業界での評価も非常に高く、その手腕の高さは80年代頃には佐藤に演出してもらえたら一人前と言われていたほど。自身の吹き替え演出について佐藤は 単なる模倣ではなく物語や役のイメージに合った演出を心がけたと発言している。出演した役者からの信頼も厚い。小山力也は私の師匠とし自身の声優デビュー作となった ER 緊急救命室で自分を起用してくれた佐藤について抜擢してくださったプロデューサーとディレクターが僕の人生の大恩人です。吹き替えの誇り、第五味。 真髄を教えていただきました。今も目指して精進していますと語っている。坂本真綾は、第二の父と呼びしたい。佐藤さんの演出には作品に対する愛、一つ一つの役柄に対する愛、役者やスタッフに対する愛があると語っている。大塚明夫も相性が良く、仕事がやりやすい演出家として、佐藤の名を挙げている。三谷屋二も、 佐藤のことを巨匠を投票している横山千佐によると佐藤はゲームでの演出の際作品世界に入り込むためセリフを言っている役者の姿は相手見ずに机に突っ伏してピクリとも動かず声を聞いていたという横山はこれを怖いと思いつつもなんて丁寧な収録なんだと感動したという吹き替えにおけるキャスティングについては俳優本人の声ではないため 誰がやっても良いとしているが、近年の若い音響監督について、自分がお前を使ってやるんだという言い方をする人がいることには苦言を呈しており、この役をお前にやらせてやるよということでは、良いものができないような気がすると発言している。また、今の風潮として、忙しいとか、期間がないとか、とにかく作らなきゃいけないという、切羽詰まったところが現場にあるので、余計に、 じゃあこれはお前、これはお前、これはお前なみたいな作り方をしているように見えるんですが、それをやったら吹き替えの未来はなくなってくと語り、大塚地下をヒトラー最後の12日間のヒトラー役にキャスティングした経緯を例にキャスティングする側が役者の本質を理解した上で、だからこそこの役はあなたにお願いしたいという姿勢を取ることが日本語版を大事にしていくことになると述べている。 近年の若手声優については、どんな役でもできるかもしれないけども、これだけは俺に任せろというような個性というか、この人にこの俳優の声を演じてもらいたいというような、個性的な役者が少なくなってきていると発言している。スター・ウォーズエピソード1、ファントム・メナスを演出した際、本国側のスタッフから、アナキン・スカイブ・ウォーカーの役には演じるジェイク・ロイドと、同年代の子役を起用するよう要請があった。 佐藤は自動劇団を訪ね回った者の,の芝居ができる子役がいなかったため、本国側との交渉の抜詞役の吹き替え経験が豊富な矢島明子を起用することに成功したという。また、スター・ウォーズ・クローオン大戦でのアサージ・ベントレス配役の際もアメリカ側から言語版と同じ20代女性での配役が要望されていたが、日本では同年代でオリジナルに似た。 しゃがれた声を出せる声優がいなかったため、当時40代半ばであった磯部雅子がキャスティングされた。佐藤はこの時も現地スタッフを納得させるのに苦労したと述べている。ゲーム、桜大戦シリーズでは、桜大戦 V、さらば愛しき人用まで全てのシリーズの音響監督を担当した。原作者である広い王子の思いに応えるため佐藤は、 声の特徴を明確に打ち出すことと、キャラクターと声でチームとしてのアンサンブルを取ることを意識したという。そのため、当時としては珍しく細かい部分まで丁寧に演技指導があり、収録が行われたゲーム作品になったという。 1973年、1975年、1978年、1979年、2003年、2005年、2004年、1997年、1996年、1998年、2000年、2001年、2002年、2005年、映画海外アニメ、死熱、ダークボーの、偏愛コラム69、2018年9月4日閲覧。AB、 ロゴ声優ワークショップフォースアベニュー。2017年6月21日閲覧。サウンドオブミュージック制作50周年、記念吹き替え版インタビュー演出家、佐藤敏夫。2017年6月21日閲覧。ニタボーオフィシャルサイト、メイキング、声優オーディション。2017年6月21日閲覧。AB、アマデウス日本語吹き替え音声追加収録版。 ブルーレイ、発売記念特別試写会オフィシャルレポートゲスト、三谷裕二さん。2017年6月21日閲覧。吹き替え映画歌声も絶妙。朝日新聞。20世紀、フォックスホームエンターテイメントのツイートツイッターハット、自分の役割は、影武者、小山力也が明かす、声優人生の大恩人と、ハリウッドスターへの深い敬意。ヤフーニュース。 二千二十一年九月七日閲覧。坂本麻也、ID、十二人の優しい人たち。二千十七年六月二十一日閲覧。ワーナーブラザーズ公式、吹き替えの力、大塚秋をインタビュー。ワーナーブラザーズ。二千十九年二月二十九日閲覧。AB 横山千佐、私が愛した、ゲームキャラ、ソフトバンククリエイティブ。九百九十九年。 40から42ページ。ISBN 47億9730万9415。ABC、大塚地下夫との思い出音響演出家、佐藤俊夫インタビュー。吹き替える。2020年3月6日閲覧。AB 後期、純蔵、ロード・オブ・スター・ウォーズ、宇宙船、ボリューム112、朝日そのラマ、2004年5月1日、60ページ。 雑誌コード01843から05。出山県示せ、広い王子の全仕事毎日コミュニケーションズ、2000年65から66ページ。ISBN48 億3990万2593。ありがとうございます。